社の120ブースですね。日本のお客様からも結構細かい要求を受けるんですけども、まあ、そこに関して台湾メーカーも快く受けていただきます。こちらのことも非常にこう気遣いながらいろいろな提案をしてくるで、まあ、当然ビジネスをしていくと何かトラブルってあるんですけれども、そういうトラブルもまあお互いじゃあどうしようかっていうことで、まあ、きちんと話し合って解決できるというところもすごく安心して組んでいくことができているなというように思っていますね。